みんな待ってるぞ出てくるだけでおーって思うキャラクターたちなんですけど絡みの面白いですこの人とこの人がもし出会ってしまったらっていうようなそういうペアがいくつかあって笑えたりちょっとしびれちゃったりっていうところではちょっとたまらないとこがいっぱいありますね。 韓国とバギー彼らは多分どっかで会っているのかもしれないんですけど彼らが会話するとこは見たことないじゃないですかいやー悲悲惨惨でですすよ <laughs> バギーとして悲惨ですだけどそこがいやもうたまらないぐらい面白いですねあのウソップの解放するところとかもあったんですけど今回冒頭かな ローがまたちょっと手追いであの一応あのみんなと会ってでちょっと解放するかもっていうようなシーンがあったり結構今回医者として活躍しているかもしれないですねで、えー、皆さんこの夏お待たせいたしましたまた三年ぶりですかね、えー、映画がやってきます今回見どころ満載です、えー、新内バンバン登場します ぜひぜひ楽しみに劇場に足を運んでください。みんな